はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。 4,50 代あるいはそれ以上の人が体を鍛えるパートとして、僕は肩を鍛えるということをものすごい強く推しています。それは簡単に言うと、ものすごい人と差をつけられるからなんですね。トレーニングをしてない人、またこういう筋トレをやってない人を考えると、肩の筋肉ってもうとにかく落ちて落ちて、そして腕が重くて重くて、肩も下がってる上に肩の筋肉も落ちてるから、だんだんこうほとんどでこう矢印のような感じというか、こう矢印のような感じになっていきがちなんですね。その中で肩のトレーニング、三角筋をつけていくということは、まるっきり真反対の方向に進んでいくので、お腹をへこますとか、お腹の体脂肪を落とすということよりも、筋トレをしてない人の差を大きく作りやすいんですね。お腹の場合には、まあもともと体脂肪がない人もいます。もともとつきにくい人もいます。だけれども、肩っていうのはもともと体脂肪がない人でも結構どん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 こうちょっとげっそりと落ちていきやすいような年代になっていくんですね、50を過ぎていくと。なので肩をやっていると、パッと見た感じでスポーティーなイメージ、 T シャツ着てもしっかりここが張ってくるし、ワイシャツ着てもしっかりここが張ってくるし、そうすると、スポーツやってますか、体格いいですね、なんかやってますかっていう声を結構かけられることがあるんですね。もうイメージが全然違うということです。なので僕はとにかく肩三角筋をしっかりつけてほしい、50歳以上の人はもうとにかくやってほしいと言ってるんですけど、まあ普通に考えて、その種目というのはショルダープレスとサイドレーズというね、この王道の2種目がありますけれども、まあこれありきたりなんですけれども、もうこの2つがなかなかうまくできてない人がとにかく多いと。ありきたりだけにみんな知ってて、昔からやってるかもしれないですけども、それでもジムで見ててもというような感じのフォームというのはまあ結構あるわけです。まあそれだとなんか何も得られないよというような感じなんですね。肩がなかなか変わらないよという感じ。なので僕は中年には中年がやるべきショルダープレスがあると思いますので、今日はそこをね、しっかりとお話ししていきたいと思っています。サイドレーズではなくショルダープレスですね。ショルダープレスについて話をしていきます。で、ショルダープレスなんですけど、まあいろんなパターンがあります。バーベルだったりマシーンだったり、まあいろいろあるんですけど、まあこれを中年という観点から考えていくと、バーベルではなく、マシーンではなく、ダンベルでやってほしいということです。バーベルというのはこれ握りますね。で、一本のバーを握りますね。もうここでグリップが固定されます。固定されて、この上下するということは、まあ正直言うと、肩が自然な動きではないわけですね。肘の位置って普通に考えると、肩を中心して、こう、こう描くように、今肘だけ見てください。肘がこう、こう描くようにいってるんで、中から外、もう一回中に入ってくるという、この、横の幅っていうのはどんどんね、狭い広い狭いにこうなってくるはずなのに、グリップが一定ということは、まあちょっと理屈には合わないですよ。なんでっていう感じですよ。それはどこか無理やり調整されているという、それが肩関節なんですね。で、そうすると特に肩が硬い中年の場合には、やってると肩にかなり負担がかかってくるので、負荷がかかってくる。で、やっぱり怪我をしやすい種目になってくるので、バーベルを選ぶ必要は特にないかなと思います。で、マシンでも一緒。まあ、マシンにもよりますけれども、固定されて普通に上下するものであれば、まあ、同じということです。まあ、ちょっといろんなマシンがあるんで、ちょっと一概には言えないので、まあ、斜めに入ってくるハンマーストレングスのマシンとか、ちょっとこう描くものもありますけど、ちょっといろいろパターンがありますので、ここは何とも言えないです。だけど、一般的に言って、これはダンベルを選んだ方が、自分の肩を中心に運動ができるので、肩の硬い中年にとっては一番硬いリスクなくショルダープレスができるということなんですね。なので、まずダンベルを選んでほしいということ、それからダンベルショルダープレスをやるときに、結構ね、まあ若い人とか、あるいはこう大会に出てる人とかが、このインクラインのこのベンチありますね、インクラインのベンチをかなりね、垂直に近いぐらいまで、実際あれね、多分垂直にはいかないんですね。垂直よりちょっと後ろだったりするんだけど、そのぐらいにして、ものすごいものをグーグーってやっていますけれども、そもそもその感じが中年にはいらないということですね。そのものすごい重いというのが、まあまあそれもやっぱりかなりなリスクになってくるから、そんな重さはまあそもそもやる必要はないということで、インクラインをやってるのはどういうことかというと、そのすごい重いのをやるのに対して体が後ろにこう行ってしまいがちなので抑えているということなんですけど、ただ体をそのね、ほぼ垂直で、垂直じゃないけど、ほぼ垂直のインクラインのね、ベンチで押さえたとしても、これをね、ただただ上げることだけに集中していくと、腰が反って胸、肋骨がかなり上がって、物が反って大胸筋が上に向いた形で上げてるパターンが多いわけですよ。そうすると、インクラインのチェストプレスにかなり近くなってきて、まあ、肩でもこのフロントばっかりをかなり鍛えているということになってくる。まあ、フロントばかりを鍛えるつもりでやるならいいかもしれないですけど、それでもまあ、大胸筋の上も入ってくるということで、三角筋全体をまあ鍛えるという、まあ、一般中年の場合には、その今の考え方ですとそぐわないと思うんですね。前だけをとにかく肥大させるためにものすごいものを持たれて、ちょっと上に向いてもいいからやるっていう、まあそういう考えはちょっとやっぱり違うと思いますので、僕はこのインクラインとか背もたれを使ってやるショルダープレスというのはまあいらないと思ってます。それはもう
ね、普通にこういう風に座って自分のお腹と腰で支えて、それで上に上げるというショルダープレスをやってほしいです。それはね、背もたれがいるほど後ろに乗っけぞるほどの重い重さをやる必要がないのがまず一つ。それからやっぱり自分のね、このお腹腰を鍛えるという意味合いもしっかり付け加えてほしいんですね。で、ここでしっかり支えるものも作りながらショルダープレスをやっていくという、やっぱりね、一つやることに対してもっと2個も3個もこう意味を持つような効果があるような、まあそういうようなエクササイズをしてほしいので、ショルダープレスの場合も背もたれなしでお腹腰もしっかり固められるようなね、ここのトレーニングもなりますよというようなつもりでやってほしいわけですよ。なので、まあ、インクラインとかその背もたれを起こしてやるショルダープレスはまあしなくていいかなと思います。それから、まあショルダープレスのね、その動きですけど、基本的にはまあこうやってここに上に上げていくというのがショルダープレスなわけですけれども、まあよくある間違いとしては、これを上げていくときに上でつける、上でつける、上でこうつくまでいっちゃう、つくまでっていうのはいろいろパターンがあって、伸ばしてこ、まあ、伸ばしてここまで行く人はあんまりいないから、こういう感じがいいんですよ。上げていって、ここでちょっと中に倒れてふっとこうなってる。で、これって今僕こうやってやってね、今支えてて、どこが辛いかというと、もう三頭筋が辛いんですよ。肩は辛くないです。この周りの三頭筋、なぜなら前腕が中に倒れてるから。この状態って、まあ、程度はあるけど、これがこのぐらいに飛ぶし、こうなってしまう。でも正直俺本当に三頭筋が辛いです。ね、ここが辛いです。で、それは前腕がこう倒れてるから、負荷がこうかかってくるので、垂直こうかかってくるから、もうとにかく三頭筋に来てしまって、結局のところ三角筋から逃げてしまってるんですね。それは良くないです。それからさらに良くある間違いというのは、今のところでさらに上で上げた、上げました、上げたよ、上げたという、もうなんか上げた事実だけを作るために、とにかく上を早くやるっていうの、もうこれもダメです。これも逃げになってしまう。あとは前腕ですね。今も前腕上げた時に中に倒れないと言ったんですけど、前腕は常に垂直、この位置でも垂直、この位置でも垂直、この位置でも垂直、上でもここでも垂直、今この位置で垂直という感じにしていきたい。それを横に向いても同じ。横に向いても結構ね、降りた時にね、こうなる人かなり多いです。こうなってます。もう前腕斜めだ。この状態ってどうですか？これ重力こっちですからね。そうするとこういう感じになってくるわけ。危ない危ない。今もわざとこうやったらかなり危ない感じでしたけど、こう来た時に斜めになっちゃうんですね。これは、ここで受け止めるのがきつくて、こう逃げちゃうわけです。で、さらにこれを斜めにまた上げちゃうので、もう胸で上げやすくなってるし、肩から逃げてるという感じ。そもそもこれ斜めって、実際、例えば僕なんかやってる結構ちょっと重いダンベルを乗っけた時に斜めだとこうグーッと引っ張れちゃうんで、そもそもこれってできないはずなんですよね。ちゃんとした重さなら。なのでこれは斜めではダメということなんですね。まあこれなぜこうなるかというと、もう要因は一つです。収縮できないということですね。僧帽筋と三角筋のこの両方が収縮することを忘れてしまっているから、そういうことになりやすいということです。だから何のためにショルダープレスをするのか、それは上げるためなのか、はい、上げました、何キロ上げました、10回3セットやりましたという事実が欲しいだけなのか、でもそうではないと思うんですね。なぜやるのかというと、まあ三角筋をきちんと作るためというのはまあ当然一つあります。それから今の収縮しなくなった僧帽筋と三角筋、これを取り戻すという目的もやっぱり40、50代以上にやっぱりあるわけですね。取り戻さないといけないということです。もともとはちゃんと上がってたんですよ。20歳頃はちゃんとね、これは収縮できたのが収縮できなくなったんですよ。なのでそれを取り戻さなきゃいけないということです。で、その目的があるということ。もう一つはさっき言った、どうせならこの辺もしっかり固められるような体幹が作れるような余分な効果も得ていきましょうということで、まあいろいろ意味があるわけですね。40、50代以上がね、ショルダープレスをやるためにはね。なのでそのためには一回すごい重い重さをやるというのはもう忘れてほしいところです。忘れてください。なので重さは自分で思ってる本当7、8割程度でいいということ。今までの7、8割程度でいいです。で、この上げる位置というのが上でこういうふうに上げたら、だいたい30センチくらいダンベルとダンベルの間が空くぐらいにしてほしいんですね。前腕垂直で、前腕垂直でぐーっと上がった時に、あ、肩が詰まった。肩っていうのはこの三角筋のこの前のあたりね、前部と中部のこの中間あたりのこのあたりが上がった時に、しまった、ギューッという感覚があるっていうのはもうこのぐらい。これ以上行こうと思うと、これが体がこうのけぞってしまうんですね。結局のところこれで収縮してるので、収縮できるこのここのここね、このね、こめかみの横ぐらいの位置から、そのラインでずーっと真上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 に上がっていった時、ギュッとしてくるっていうのは、このラインでギュッとくるっていうのはこのぐらいの位置になってくる。これ以上はもう上がらないはずなんですね。なのでそこでいいということで、人によってはやっぱりね、今僕はそれなりに収縮できる方ではありますけど、収縮がなかなかね、やっぱりできない方にあるという人は、ここまでいかなくてもここまででいいわけですよ。必ずしも同じとこまで行く必要はないということ。
それは自分のこの肩に合わせてやる必要があるので、肩のここがギュッという詰まる感覚があるところまでというのが上げられるところまで、その詰める詰める詰めるというのを繰り返していくことでもっともっともっと入っていけるようになってくるので、そこを目指したいわけですね。上げることだけじゃなくて、もっと収縮できる三角筋を求めていきたいので、どこまで上げるかといったら、ギュッと詰まるところ、ギュッと詰まるところが一回壁にぶつかる感じになる。それをギュッと締まりながらも押して押して押してということ、これを無視してどっかに逃げてしまわないということですね。ここはまず間違えないでほしいということです。それと今の上げていくときに、こののけぞらないためにどうするかというと、息を吐いていくということ。息を上げるときに吐く、特にこの半分まではいいです。こっから上半分に吐くということ、吐くことでお腹締まります。締まることで肋骨グッと押されるから、体がのけぞるのが抑えられるんですね。のけぞるというのは肋骨が前にポーンと飛び出る感じになってくるので、これを抑える効果があるというのが息を吐くということ。なので息を吐いてしっかり締めていく、その中で締まるところまで行くということ。でやっぱりこれをやることで、今の肩に入ってくるね、ギュッと締まるところまで行けますし、このお腹を作るということもまあできるわけです。だから一石二鳥になるということ、これを息を吐きながらやるということで、下ろすときに吸う、でこれをきちんとやることでね、息をしっかり吐いていくことで、これもしいいね、吐けてなければってなりがちです。そうするとここからこのうっていう、ここが抜けちゃってるんですよ。もったいないです。ここ1から10まであるうちのなんか2割ぐらいない状態なので、上げて吐きました、とちょっと止める、頭の中1、2ぐらいでゆっくり下ろしていく、吐いて止める、トップ5センチを徐々にゆっくり下ろしていく、吐いて止める、上トップ5センチをゆっくりのイメージを持っていくっていうふうにやっていくと、もうここからここがぐーっと辛くなってきます。で、辛いのはいいんですよ。それ肩のトレーニングだから。なので、このトップ、止めてからトップから5センチはじっくり感じながら下ろしてくるようにしてください。とにかくね、収縮は最重要なので、これを忘れないようにしてほしいです。そういう感じで、ここからゆっくり下ろしてくることで、降りるときに隙を作らないということで、ね、ポーンという隙を作ってしまうと、もう2割3割損してしまいますからね。それから、最終的にこう下ろしていくときには、さっきの肘の前腕と肘の位置ですね。これが、肘がこっちに行かない、ダンベルの真下、ダンベルの真下。これが自分が思っているよりもかなり後ろになるので、肘を、ダンベルの位置は変わらないけど、肘を中に閉じるという感じで、肘の先を中に閉じるというふうに、本当多分ね、2、3センチのイメージです。2、3センチ中に閉じるというふうにすると、やっと垂直になる。これ意外と斜めになってるから、ダンベルの位置は変わらない、肘だけです。これ全部が前行ったらしょうがないので、ダンベルの位置は変えないで肘だけ前。という感じで垂直でやっていく。というふうにまず修正をしてほしいですね。で、これをやっていくためには、1セット、2セット目はいいかもしれないですけど、3セット目、4セット目になると、多分辛くなって上がんなくなってくると思うので、それは躊躇せずに軽くしてください。もう重さをね、5キロから4キロに軽くしていくとか、もうそれは全然軽くして構わないです。それによってきちんとしたフォームで10回上がるようにしてほしいですね。で、今言ったようなショルダープレスというのは週2回ぐらいはきちんとね、自分の肩のトレーニングっていうのをやってほしいんですけど、それ以外の日にちょっと補助運動としてやってほしいことがあるんですね。この補助運動を何でするかというと、その収縮するというのは週2回だけあっても残り5日ダラーンと垂れたままの生活をしているとまた収縮できない肩になってしまうので、収縮するということをもっと頻繁にやってほしいんですね。そのためにこのタオルを使います。タオルを使ってですね、はい、こうやって頭に乗っけたら前腕がまあ垂直になるというこのぐらいの幅でまず握ります。で、このままでショルダープレスをタオルを使ってやっていくんです。そうするとまあ負荷はないけど収縮はしてますよね。これなんですけど、横から見ると、とりあえずつむじでいいです。後ろは多分肩が硬くてかなり難しいと思うので、つむじのところ、つむじのところから真上、これが前に出ないようにつむじの真上に肘が伸びるまでこれを押し上げていいです。肘が伸びるまでぐーっとして、だけど伸ばすけどこっちに行かないでね、このつむじの真上で肘が伸びるような方向でぎゅーっと絞り続ける、ゆっくり下ろす、つむじの真上にぎゅーっとして絞り込む、ゆっくり下ろす、こういう感じでとにかく収縮、ぎゅーっという収縮する時間を作ってほしいです。で、今もう一つ重要なのがこれね、後ろに行ったらダメよ。できればちょっと前かなっていう感じのところに体を設定しておいて、そのつむじの真上に押し上げていくというのがまあ一番いい感じです。そして、今のをちょっとここにフロアでやってほしいんですね。これもやってほしいと思います。フロアでうつ伏せになります。うつ伏せになってですね、うつ伏せになって今と同じことをやっていくんですが、この時に
顔は少し上げます。顔、そうですね、おでこが床から10センチ近く上がるところにしたいところ、まあ、だから腰、脊柱起立筋を使いますよ。で、顔は上見なくてもいいし、下を見すぎない。で、まっすぐこの下を見てるぐらいでいいんですけど、顎を下げすぎないということで、この状態でつむじから上に押し出す、つむじから上に押し出す、つむじから上に押し出すという、この感じの、まあ、なかなか辛いかな、顔10センチ辛いかな、じゃあ低くてもいいです、低くてもいいですけれども、とりあえず顔を少し離しておいて、ここからつむじから上、これが床に当たるようにしないということ、肘が当たるようにしないということ、腕も床から数センチ離れたところ、10センチ離れたところで、つむじのラインを床と平行に、このさっきのつむじのラインのショルダープレスをやっていく。という感じのこともやってほしいんですね。今の両方ともプレスを、まあ、10回、2、3セットぐらいを、まあ、毎日のようにしょっちゅうやっていくと、ショルダープレスがもっともっとやりやすくなってきて、それがやりやすくなって、収縮しやすくなるから、肩の筋肉もつきやすくなる。という感じになってきますね。こういう補助運動もね、ぜひ入れてやってみてほしいと思います。そういった感じでね、中年には中年に合ったショルダーのプレスのやり方というものがありますので、今言ったようなポイントを押さえて、そして補助運動も入れて、ぜひやってみてください。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。